DJ サイレントMC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンドゥスターシップ Yo アジアの島に大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目まだ分からねえ自分の左右の目見捨てないで神はミスター K4 逆境の日々は戦場夢ボール語りや暴挙今回はあの刑務所の中でのとんでもないやつですね、はい基本的にみんな、5150ってあの呼ばれててもうまああの一般常識でものを言っても通じないやつとかいるじゃないですか。でまあホーミーたちの中にもやっぱそうやってちょっと薬やりすぎて頭の回路がちょっと一箇所なんか切れちゃってるのでやっぱそうやって5150ってもうそうやってニックネームもつけられてやっぱホーミーの中にもいるんですけどやっぱそれはそれでやっぱホーミーなんでやっぱみんなで守ってそういう病院とか送りにされないようにあの見守ってるって言ったらおかしいですけどやっぱ突拍子もないことするんでみんなで映画見てんのに前に全然違いついたらいきなりねあの椅子で頭かち割ったりとかでもやっぱ刑務所の中でみんながそれは5150って分かってるん で例えば本人たちがみんなで言ってお前悪いなっつって言えばまあ収まるんですね。それが相手がほらノースとかのやつだとまた話は別になっちゃいますけどやっぱそういう5150だからもう本当にノースのやつとかにもさってもうすれ違いざまにそういうことするんですよ。それでもやっぱほらやっぱ多少は理解してもらえてるんで、結構もうそういうのがいっぱいいて他のやっぱ白人とかでもやっぱいるとやっぱそういう人たちやっぱあのまず独居に入れられててそのまんまもう一般墓には出てこないんでだいたいミズリーのその医療刑務所に送られてそのあの人間モルモットじゃないですけどこいつにこの薬与えたらあの豆腐になるんだとかやってやそのどんどん強い薬与えられてで最後あれですね廃人にされてで裏口から出されるような感じですかね。そこに行くミズリーの刑務所ってなんで生かされちゃうんですか。やっぱそういう精神異常者とか、うん、もうそういう例えば以前自殺刑務所の中で自殺したやつは大体もうミズリーの刑務所に送られますね、うん、自殺が願望あったりとかしてもそうですねオリエンテーションとかであのお参りが何気なくなんかさらっと今までに自殺したいと思ったことあるとか聞くんですよ。でそこであるっていうとまあ その時点でも特別扱いされてまあ一回は一般墓に出されるんですけどあのピオラインって朝昼晩って薬をもらうあのとこに並ばなくちゃいけないですね。そこで大体その自殺あの願望があったやつはそこで抗うつ剤うつ病の薬をまずそこで飲まされるんですよ。でやっぱ刑務所の薬ってやっぱなんですかねもう囚人で実験しようとしてる薬なんでやっぱそういううつ病の薬も強いんですね。でやっぱそれ飲んでるうちにあのおかしくないやつもおかしくなっちゃうんですよ。でひどくなっていくうちにやっぱその薬を変えていくわけじゃないですか。で薬変えてあのいるうちにあのどんどん悪くなって今度ろれつも回んなくなってもう普通の言葉が理解できなくなってくるともうそのままミズリに送られるんですね。ミズリに送られたらもう戻っては来ないですね、うん、もう人間モルモットですね。ケイさん刑務所の中で あマーシャルアーツのチャンピオンですね、はい、それはあのまだ自分が刑務所入った当時ってまだあのボクシングとかの大会が刑務所の中であったんですよ。あの囚人対おまわりとかのちゃんともちろんヘッドギアつけてグローブつけて
ちゃんとした試合をやるんですけど、盛り上がりそうですね。でそういうのがあって、であのなんですかね、パンチングバックとかそういう練習するところもあったんですね。ジムの他にそのボクシング練習するとことかあって、そこでほらまだ地下野に入ってなくて一人でいた時に、そこで自分で練習してたんですよ。でそのマーシャルアーツのチャンピオンだったやつも横で練習してたんですよ。でそいつにもそんなんじゃ全然ダメじゃんって言われて、でそいつがずっと教えてくれるようになって、でそれが日課になって、でも毎日朝から晩までずっと一時はそいつに何ですか、そのボクシング習ってましたね。そうですね、はい、そのね叩くだけじゃなくて、その避け方だったりとか、その基本的な動作だったりとか、ロープ引っ張ってそれのくぐるのとか、いろんなことやらされて、いろいろ教えてもらいました。役に立ちましたね、やっぱりそれって。そうですね、それで結構筋トレ以外にやっぱそういうやっぱ筋トレだけやってるとやっぱ筋肉がつくけど柔軟性がなくなっちゃうじゃないですか。だから自分はその柔軟性をなくすためにハンドボールとかそういうのをやったり、野球やったりしてたん でやっぱりジムだけ行ってるやつは本当に自分の背中かけないぐらい体硬くなりますからね、うん、だからいくら体でかくてもやっぱ動けないんで、ね、例えば何ですかね、ムキムキのやつがね、例えば殴ろうとしてももうその動作が見えるから、ね、全然避けられちゃうじゃないですか、うん、やっぱ体がでかいから強いとかじゃなくて、いろいろやっぱそういうのが大切なんじゃないですかね。刑務処分の、愛とかありますよね。愛、はい、なんか同士の、一応ホーミーの中ではそのやっぱなんですかね、その仲間の人たちとの付き合いはご法度になってるんですけど、やっぱ人間なんで自分がいた時も一人やっぱホーミーの中でそういうなんですかね、ゲイの人と付き合ったやつがいて、でビッグホーミーの方からあれどうにかしろって言って、みんなでやっぱ何回も言ったけど治らなくて、結局あれですね、野球場でバットで殴り殺されちゃったっていうのもありましたけどね、うん。刑務所のレベル計算が入ることが多いですよね、はい、1,2,3,4 っていうのはどういう感じですか。まあ、1,2,3 までは多分 3はいけるのかな。1,2 は絶対にエイリアンはいけないですね、アメリカ人じゃないと。結構簡単に脱走できるレベルの あんまり策もないような感じのとこなんですね。でそういうとこは結構みんな囚人も仕事も外に車を運転して外で仕事したりしてるんですね。で施設みたいな感じ、一応刑務所でよく一時入ったじゃないですか、ブートキャンプって、なんかエクササイズ、ブートキャンプっていうのはあれなんですかね、米軍の基地の中にあるキャンプの中にある刑務所なんですね。でその米軍の中で仕事をしながら一応囚人としているんですけど、で運動しながらとかがあるんですよ。それが 1,2 ぐらいのレベルの刑務所ですかね。いや地下のとかでもやっぱいますけど、アメリカ人の国籍じゃないといけないですね。アメリカ人シリーズ持ってないと。だから自分たちみたいに日本人だったりとか、国籍が日本とか他の国のやつはいけないですよ、うん。で、Kさんに質問ですっていうことで、はい、メキシコ料理の簡単な作り方を教えてください。メキシコ料理の簡単な作り方、一番簡単なのはブリトー。でもブリトー、ブリトーってなんですかね、トルティアスってわかりますか？フラワートルティアスっていうピザの生地みたいな薄ぺったやつにブリトーは豆を塩で煮たのを巻いてあるんですけど、
多分日本人はあんこを日本人はあんこ食べるのは甘いじゃないですか。あれをなんか塩で煮たような感じですかね。それをメキシコ人結構好んで食べますけど、そうですね、うん、それにあのサルサとかかけて食べるんですけど、はい、日本人の人はあんまり好まないかもしれないですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right.